100均の材料を使って金槌やドライバーなしでできるニトリの扉付きカラーボックスの中を釘や木ネジを使わずに2段に使用です。これは別にニトリのものでなくてもどこのカラーボックスでも同じようにできます。使うものはですね、ダイソーの板材150円のものを2枚使用しました。工具はノコギリとハサミです。それと普通の両面テープを使いました。次に、真ん中から線を引きます。ノコギリで切るための線ですね。切る回数は2回で済むようにしました。これが1本、ここで1回ですね。で、次が、棚板になる部分なので、実物に合わせて線を引いています。それではこれ先ほどの線引いたところ2箇所ですね、切り取ります。できたものをカラーボックスの中に入れて合わせています。棚板ですね。これは足に当たる部分です。2枚同じ長さにしてあるのでちょうど同じ高さになるわけです。板にはですね、この板材反りがあるので、裏表よく考えましょう。この後両面テープでの接着になります。両面テープは板の4つの辺に沿って4枚貼ります。同じもの2枚に貼ったらこの両面テープを外して、足になる部分ですね、こちらを貼り付けます。このようにですね、縦のものが倒れないようにするだけなので接着剤自体強力じゃなくていいわけです。最後に棚板に両面テープをつけて留めます。ギリギリのところにつけないと、一番端っこなので、こういう場所につけます。これで完成です。このような付け方をするとですね、簡単でしかも上が結構重量に耐えますので丈夫なものが作れると思います。